エコスポーツ TV をご覧の皆様、どうも。フットボールスタジアムのエヌッチこと中地マッチです。今回は私の先輩荒川っちをこっそり撮りたいと思います。お店は閉店してるんですが、なんやらボールを蹴る音が聞こえますね。あ、え、もう待って、これエコソース TV？ はい。もう気が抜けんな。もうすぐ来るね。実はこれ新しい AI 買ったんで履いてるんですけど。どうなんですか、それいいんですか？いや、めちゃめちゃいいよ、やっぱり。これが新しいウルトレッタ 2AI、 こっちが前の AI なんですけどね。まあ、まずあの重さが、新しい分は27センチで 235g になっているらしくて、で前のモデルは27センチで 255g だったんで 20g ぐらいまず軽くなってますね、ソールが。で、まあ、形状も一緒なんですけど、はいはい、こっちがやっぱ2層に変わったんで、この柔らかい素材とこの青いやつが硬い素材になってるんで、非常にあの軽量性と耐久性と両立してるって新しいソールに生まれ変わったんで、この辺肉抜きとかもしてるんでね。あとはステッチもなくなって履き心地がすごい良くなってますね。あと分かりにくいんですけど、このサイドのこのスキンの素材が硬かったのが非常に柔らかくなってるんで、今まで正直5回ぐらいこれ2足ぐらい履き潰したんですけど、5回ぐらいかかってたのがもう 2、3回で多分履きやすくなれるんじゃないのかなと、馴染むんじゃないのかなと思いますね。はいはいはい、なるほど、はい、もうちょっと蹴って馴染ませていこうかなと思います。はい、ちょっともう一ついいですか？どうぞ。なんか終端のところになんか番号が入ってるみたいなんですけど、あ、8番、これはまあたまたまかな、たまたま入ってたんですね最初から。いや、ちょっと、はい、ちょっとインスタを意識して、なるほど、やってるかなっていう、はい、ってことです、はい、はい、以上、今日はウルトラッツァ AI2 のご紹介でした。バイバイ。